皆さんこんにちは。今回検査技術科学専攻の研究室を紹介する4年の山本夏希です。同じく宮島瑞希です。ところで最近話題の SDGs って何か知ってる？あまりよく知らないんだけど、持続可能な開発目標の略称のことで、私が最近ちょっと興味を持っているのは、3、すべての人に健康と福祉を、で、あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進させるという目標のもと、具体的には2030年までに有害化学物質並びに、いや、よく知ってるじゃん。そういうわけで、私たちの研究もこうした健康と環境の問題に関する内容なんだよね。うん、じゃあ早速研究室に行ってみよう。行ってみよう。私たちの実験では細胞などを清潔な環境で扱うために、まずこちらのエアシャワーに入って服の表面のゴミなどを飛ばします。入ってみてください。はい、私も入ります。ここが私たちが研究で使っている実験室です。あ、先輩がいますね。詳しいお話を聞いてみましょう。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。今は何をされているんですか？今日実験で行う PCR のプレートの準備をしてました。 PCR 検査は新型コロナウイルス感染症の検査でよく聞くようになりましたよね。そうですね、最近はニュースなどでもよく耳にするようになったと思います。医療機関でよく使われているように思われがちですが、研究室では昔からよく使われる検査の手法になっていましたよ。先輩の研究内容はどのようなものなんですか？僕は有毒な化学物質が人体に与える影響を調べるために、化学物質を細胞に暴露させて、細胞の中で遺伝子の発現がどのように変わっていくのかをこの PCR キットを使って調べています。それでは実際にこのプレートを使って PCR 検査をかけていきましょう。これが PCR の実際にかけている機械になります。先ほどのプレートはもう入れて、今検査をかけて30分ぐらい経ったところになります。PCR 検査というのは、ウイルスや実際にサンプルとして使っている細胞の中の DNA を試薬と混ぜて加熱、冷却を繰り返すことで DNA を増幅させて、それを検出している機械になっています。この結果はどうやって見るんですか？こちら側の右側の表は、今回プレートに入れたサンプルがどこに入っているのかを表しています。こちらのグラフは実際の PCR の結果を表しているのですが、細胞内の遺伝子量が多ければ左側から曲線が上がっていき、細胞内に遺伝子量が少なければ右側から曲線が上がっていきます。新型コロナウイルス感染症の PCR 検査では、コロナ陽性の患者さんは左側から曲線が上がっていき、コロナ陰性の患者さんは右側から曲線が上がっていきます。そうなんですね、よくわかりました。この PCR 検査の他にも、ちょうど今細胞の観察も行っていたので、そちらの方も見てみましょう。はい、ここが普段細胞を観察している顕微鏡のところになります。これは現在顕微鏡で映している細胞の画像になります。普段の私たちの研究では、こうした細胞を染色することで観察を行っています。何のために色をつけて観察しているんですか？細胞に色をつけるのは、このままでは細胞の中の成分であったり核の位置だったりがわからないので、染色を行うことで、こちらが核で、こちらが細胞の骨格、そしてこちらが細胞の成分をそれぞれ染色することで、こちらが全部合わせた画像になるんですが、細胞の成分がどうしたところに分布しているのか、ちゃんと吸収されているのかなどを色をつけることで正確に確認することができます。いろいろ見せてもらってありがとうございました。この研究がどのようにして SDGs の達成につながっていくのでしょうか？せっかくなので直接先生に伺ってみましょう。はい。はい。失礼します。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと質問があったんですけど、お時間よろしいでしょうか？はい、どうぞ。じゃあ座ってください。はい。先ほど桜木先輩から実験の様子をいろいろ見せていただいたのですが、私たちの研究室で実験している内容は SDGs の達成にどのように関わってくるのでしょうか？僕たちの生活っていうのはすごく豊かな生活を享受できているんですけれども、その一方で環境にすごく負荷をかけている部分があります。例えば安全な食べ物を作るために多くの農薬を使ったりだとか、いろいろなことをやってるんですけれども、そのせいで逆に環境が汚れてしまって、最終的には私たちの体に影響を及ぼす可能性があるということが考えられます。
ですからそういった研究を通じて地球全体の持続的な発展につながるようなことができればいいかなと思いながら研究をやってます。健康問題の解決に向けた話が最終的に環境問題の解決にもつながっていくんですね。そうですね、環境と健康というのはすごく密接に関係しているので、環境を守れば私たちの健康もより良くなっていくであろうということが考えられますね。臨床検査技師として講義とか実習とかって結構遅くまでやったりするじゃないですか。その一方で、ね、新しい生活になって大学生になったらこんなことするぞとか、これはできたぞ、これは弘前で楽しんだぞっていうところとか、あとは逆にもうここできなかったから今後入ってきてくれてあろう学生さんたちにこういったことはやっとけよっていうのがあれば教えてください。私は吹奏楽のサークルに入ってて、地域の皆さんに向けた演奏の場とかが何回かあって、コロナとかもあって結構なくなっちゃった分数回しか参加できなかったんですけど、地元の地域の人とかに関わって何かできたのが良かったなって思っているのと、できなかったことで留学を予定してたんですけど、ちょうどコロナの流行ってきた時期と被ってしまって結局できなかったので、止まった時間があるのがやっぱり大学生活ならではですし、留学とかいろんな経験ができるのはやっぱ大学生であるうちにやった方がいいなって思うので、今後入ってくる皆さんとかができたらいいなって思ってます。留学とか他の国とか、ね、見ておくとまた全然違った点が見れるので、ぜひね留学に行ってもらいたいと思っているところで、英語結構勉強した。英語ではなかったんですけど、でもいろいろ英語勉強しておいた方が、論文を読むときとかも卒業研究で英語だと思うので、あなたはあれでしょ、いろんな最先端のものを扱うんだったら論文読まなきゃいけないし、英語の勉強はしてるでしょ。論文読むってなったら日本語の論文の方が数は少ないので、やっぱ英語で読まなきゃいけないってなると思うし、学会とかも何回か参加させてもらってるんですけど、その中で外国人の方とかも結構いらっしゃるので、やっぱ聞けるようにと思って今は自分で勉強してるのと、イングリッシュスクールの方に通わせてもらってます。イングリッシュスクールの方に通わせてもらってます。イングリッシュスクールの方に通わせてもらってます。なるほど、イングリッシュスクールっていうとこいいですね。なぜ英会話と言わないかってね。だってイングリッシュスクールってお前。まあまあいいですけどね、うん、まあだからね、英語もやっぱりちょっとやっとけばね、なんだかんだで武器にはなるからね。これから特にこの国の中でもいろいろと英語を使う機会が増えるでしょうからね。先生はどういった研究をされてるんですか。環境中にある化学物質入ってくるじゃないですか。そういったものによってどの臓器にどんな影響が出てるかっていうのをモニタリングというかね、さっきの予防の話もしてくれましたけれども、そういったところにつなげていければいいかなと思ってます。最終的には妊娠してるお母さんとかの血液とか使ってです、ね、お腹の中にいる赤ちゃんの健康状態を見れるような検査方法ができればいいかなと思ってます。環境化学物質の爆破した細胞の変化っていうところをメインで研究してるイメージがあったんですけど、そこから妊娠してるお母さんの検査法を新しく、さらには子供が健やかに生きられるっていうところまでビジョンがすごく見えてよくわかりました。ところで入ってた時から気になってたんですけど、こちらの絵はどのようなものなんですか。この絵は僕はいろんな研究室を渡り歩いてるんですけど、弘前大学に来る前の群馬大学にいた時の研究室の学生さんが描いてくれた絵ですね。あの中でも日本人だけじゃなくてインドネシアの子とかイスラエルだったかなっていう子がいたりですね、すごく国際色豊かなところでみんな研究者を目指してきてくれたので、僕の研究室もね、将来的にはそんな風に国際色豊かにしていきたいと思ってるんで、桜木先輩しっかりとイングリッシュスクールで英語を勉強してもらってきちんと教えられるようにしてください。よろしくお願いします。これで保健学科、衛生学、公衆衛生学の研究室の紹介を終わります。興味を持った方は一緒に研究してみませんか。皆さんお待ちしてます。ウェルカム。